レフォルマ通りのスカイラインレフォルマ通りは、メキシコシティ中心部を斜めに横切る、幅の広い大通りである。ウィーンのリングシトラーセやパリのシャンゼリゼ通りのような、ヨーロッパのブールバールを手本にして、1860年代に設計された。メキシコ第二帝政のマクシメリアンは、当時のメキシコシティの南西部に位置していた、チャプルティペク上位所とし、城と町の中心部を結ぶ。 大通りの建設を命じた。当初シャルロッテ妃を称えて公費通りと呼ばれていたが、彼女がヨーロッパに戻り、マクシミリアンが処刑されると、復活したベニート・フアレス政権は、レフォルマ戦争を称えて、レフォルマ通りに改名した。レフォルマ通りには、トーレマヨールやソナロッサ地区の建物など、メキシコで最も高いビルが集中している。現代では、レフォルマ通りは延伸され、 北東方向には、トラテロルコ方面へ伸び、三文化広場付近で、グアダルーペ街道とミステリオス街道に分岐して、グアダルーペ寺院まで続いている。チャプルテペク公園から、西方向へは、ポランコの南を通って、ロマスでチャプルテペク、クアヒマルパ、シサのサンタフェへと至るが、そこからは、街路というより、ハイウェイに近くなる。今日、デフォルマ通りは、 観光客用の呼び物、豪華なレストラン、ホテル、オフィスビル、パブリックアートの展示、新しい建物にあふれている。レフォルマ通りは、メキシコ人が、祝典や、抗議運動を行う伝統的な場所になった。大部分の抗議集会は、レフォルマ通りに沿って、独立の天使像からソカロまで、あるいはソカロからロスピノスの間を通る。独立の天使の環状交差点はまた、 ワールドカップ期間中にサッカーメキシコ代表の勝利を祝う伝統的な場所である。19世紀のレフォルマ通りにあるカルロス4世の木場図を加う手目のモニュメント1860年代、フランスのメキシコ出兵によって、メキシコ式を含むメキシコの大部分は外国の侵略者の手に落ち、ベニート・フアレスの共和国政府はメキシコ北部に逃れた。 メキシコシティで皇帝になったマクシメリアンはシャルロッテヒと共にチャプルテペク城に住んだ。メキシコ全体の近代化計画の一部として首都の近代化が図られ、道路や鉄道の建設による交通の改良もその計画に含まれた。ウィーンのリングシュトラーセやナポレオン三世統治下のパリで建設中の道路を 真似た、荘厳なモニュメントを並べたブールバールの建設も、その計画の一環であった。メキシコシティでは2本の道路が建設された。その一つチャプルテペク通りは完成しなかった。もう一つは、チャプルテペク城と市中心部を結ぶ道路で、カルロータヒを称えてコーヒー通りと名付けられ、本来は皇帝が使用に使う予定だった。建設委員会は,はじめ中央広場であるソカロから、 放射状に伸びる6本の大通りを作る計画を立てたが多くの建築物を取り壊す必要があるために取りやめになり代わりにソカロから 1.5km 西の当時の市街地の橋を通るように決定されたそこにはスペインをカルロス4世の騎馬像が建っていた通りはチャプルティペク城のある丘のふもとまで伸びそこで丘の上に登る道とつながるようになっていた オーストリアの鉱山技術者、アロイス・ボランドとフェルディナント・フォン・ローゼンツバイクが建設の担当になった。1864年から1865年にかけて本来計画された 3.15km のうち1部分のみが完成した。道幅は 20m で当時としては巨大だった。中央分離帯はなく馬を休めるための場所が道路脇に いくつかあるだけだった。通りに沿った建物などはなく、歩道は必要と考えられていなかった。当時は、宮廷限定で使用された。1867年に、メキシコ大二帝政が倒れ、共和制が復活すると、皇妃通りはまず、サントスでゴヤードを叩いてでゴヤード通りと解消され、ついで1872年にレフォルマ通りに改められた。 1867年2月17日に公式に一般開放され、その後並木によって歩道が分けられた。ユーカリ、トネリコ、柳が植えられ、モニュメントのある4つの環状交差点が建設された。道路の傍らに高級品市場地区が設けられた。パリのシャンゼリゼ通りとしばしば比較され、当時この一帯にはフランス風様式の建物が集中した。 1876年にポルフィリオ・ディアスが大統領になるとメキシコの歴史的英雄たちを表す像で通りを飾る計画が立てられた。通りの環状交差点に立てられた最初の像はクリストファー・コロンブス像でディアス以前の1873年に発注され1877年に立てられた。クワウテモク像は1887年。 最も有名な独立の天使像は1910年に建てられた。ディアス時代には特に開発が進み、建築物の設計はより現代的で多様になった。当時の建築物はほとんど残っていないが、散在するいくつかの建物からディアス時代当時の贅沢さを伺うことはできる。遠路の超高層ビル群郷、レフォルマ通りにはメキシコ連邦政府から 銀行や証券会社に至るオフィスビルが建っている。21世紀に入って、ジャプルテペク公園の入り口から狩りの女神、ディアナの噴水まで、通りに沿って5つの超高層ビルが建設された、レフォルマタワー、ジャプルテペクのビビビタワー、トーレマヨール、ディアナタワー。レフォルマ通りの全容と建設年代。ありがとうございます。